3 of 39クラスのポール誘導砲弾3 of 39クラスのポールはロシア製の誘導砲弾である。この砲弾は 152-155mm 口径のカノン砲から発射されるベースブリード弾であり、翼安定機構を持ち、セミオートマチックのレーザー誘導が行われる。この砲弾はレーザー照射装置により照らされた地点へ自動的に誘導されるもので、典型的には 地上の砲兵観測員によって操作される。これは観測員が視認できる目標のうち、戦車のように小型の地上目標や他の直射兵器、強化された陣地、または重要地点の目標物との交戦を意図している。この砲弾は固定化された目標や移動目標のどちらに対しても投入できるが、その条件はこれらが観測員の視野内にあることである。 1986年2月、クラスのポールは、ソ連地上軍に採用され、イジェフスク機械製作工場の工場で量産が、開始された。2K25 クラスのポールシステムは 3OV39、誘導砲弾を含み、また 1D22,1D20、1D15 レーザー目標照射装置、そして 1A35 射撃同調システムがある。 レーザー照射システムの照射距離は 5km であり、この一方で、砲弾自体の射程は 20km である。また目標探知装置の有効半径は 1km である。システムの機能は以下の通りである。観測員は目標位置を確定し、自身のレーザー目標照射装置が確実に目標をマークできるようにし、クラスのポールによる目標への砲撃を要請。 または命令する。次に、下方が目標位置を照準し、誘導砲弾が発射される。砲撃部隊は通信網を介して、信号を送り、観測員の持つ 1A35I 観測装置に、誘導砲弾の砲撃を認証させるため、1A35 形式装置を用いる。さらに、レーザー目標照射装置が目標を照らすのに用いられ、飛翔中の砲弾は、 目標からのレーザー反射を検知し、照射を受ける目標位置へと誘導される。当初目標の撃破後、リミテッドの捜査員はさらにまた別の目標を要請するか命じる可能性がある。もし、これらの次なる目標がともも間近にいるのであれば、レーザー照射装置に干渉する煙やゴミを減らすため、これは以前の目標よりも風上に位置している必要がある。 クラスのポールは時速 36km までの速度で移動する目標に直撃を加えられる。ありがとうございます。